どうも、エルザです。それではバイオハザード RE2 やっていきましょうということで、バイオハザードですね、やっていきたいと思うんですけど、まあ、3日あと2日とかしたら3が発売するんですが、僕バイオハザード実は未経験で、はい、初めてなんで、ちょっとね、どんな感じになるのか自分でも今回分かってないんですが、じっくりやっていこうかなと思います。で、そうだね、ストーリーをやっていこうかなと思いますので。なのでね、チャットの方もちょこちょこ見ていきつつ、やっていこうかなと思います。じゃあ、やっていきますか。ちなみに、ニューゲームですね。そう、誰と誰がいるかっていうのがね、バイオハザードの映画の情報しかあんまり分かってなくて、よく分かんないんですけど、最初、ちょっと、クレアの方でやっていこうかなと。で、ゲームモードは、自動回復するんだ。はぁ。いや、そこはやっぱスタンダードでいきましょう。アメリカ合衆国、中、もうカミカミやったな。さあさあ、こんな感じでどうなるか。信じますよ、もちろん。もっと詳しく話していただけますか。先週は金曜の夜、あ、ハンバーガーか。から帰る途中、女が歩いてきたんだ。いやー、うまそうやが、おっさんの口は見たくないな。酔ってたんじゃないんですか。何杯飲んだんです。ハンバーガーでかいよね。まあ聞いてくれ。超気になるな。そいつの目や鼻を見たんだ。まるで嫌だよね。今多分ゾンビの話してるんでしょ。ハンバーグ食ってれて最悪だよね。神さんみたいだ。この世のものじゃない。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。おいろいろ人が増えてきましたね。いやー、そう、バイオはね、気にはなってたんだけど、そう、兄弟とか親がしてるのは見たことあるんだけど、自分でプレイするってことがなくて、映画を見るんだけどね、なんかどうも手がつけれなかったんですよね。眠い。あー、寝ちゃうの。やっちまった。やべえ、あの髪型見るとリンちゃんしか思い出せん。さあ、笑いながらやっていこうかね。多分そんなに僕は驚かない方なんで、面白くないバイオになる可能性は高いんですが、まあ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 。いやー、トマトケチャップが。嘘だ。そんな。さあ。なんてこった。どうしたらいい。あなたの後ろにいるのっていう感じだね。あ、で、来るよ、こう。赤いレザージャケットってかっこいいよね。結構このワインレッド系が好きで。だから平気だってば。わかった。クリスに会ったらすぐ戻る。それじゃあ、もう切るね。みんな心配そうなの。そろそろ始まるかな。おお、すげえ、べっぴんさん。何？そうか、ボモ子大変か。誰？さあ、C を探索するということで、バイオハザードってなんか前押したら前にしか進まないみたいな感じだったんだけど、ああ、一応こう、ぐるぐる動けるんだね。ほうほう。で、歩く。あのね、マジで初心者なんで、どれを押したらとか、ジャンプするんじゃねえかとか、変なこと考えてますからね。ここは特にない。さあ、あー、絶対いるよね。武器は、あ、一応持ってる。いや、持ってるか。さあ、開けるときは、あ、押し込むだけでいいんだ。誰かいませんか。いないの？
ライト、ん？左か。いや、これあれだね。サラウンドをさ、5.1 にしてて、多分360度聞こえるようにしてるのよ。ねえ、ヘッドホンするとすっごいね。絶対いるよね、そこね。めっちゃ声するもんね。大丈夫？うわー、やられてますね。お兄さん、ちょっと、ケチャップ食べすぎた？絶対やばいよね。あー、そうだね。コンビニのバックヤードってこんな感じだったね。なんか音がするね。いやだな、武器なんもねえの。武器ないの？マジか。これ何もボタン知らんよ。さて、あー、やだな。はい、じゃあ開けますか。じっとしてろ。あの、大丈夫ですか？大丈夫だ、下がって。あっ、なんなんだ、離れて。それは離れられないけど、どうしよっかな。もうこれ逃げるしかない。やばいやばいやばい。逃げよう逃げよう。ちょっと待った。武器あんの？武器あんの？なんかマークが変わったが。あ、外した。おーおー、動くじゃん。あと、何発？あ、マジ。やばいやばいやばい。ここ、よし。あ、リロード。はいはい。はいはい。あ、開けれない。こんな動かしにくいんだ。いいの？よし。あ、まだ起きるのね。ちょっと頭を見せて。ちょうどいい。OK？ いや、2、3発ぐらい無駄打ちしたけど、プルプルしてるね。よし。これで OK かな。いや、ちょっと待った。結構グロいよね。首ってそんな伸びるんだ。いやいやいや。まあ伸びてたけど。いやー、これ俺一人でしてなくてよかった。結構ね、多分イメージ的にデッドバイデイライトしてるからそんなイメージないと思うんだけど、僕あんまりホラー好きじゃないんで。いやー。調べる。倉庫の鍵とガソリンスタンド、倉庫の鍵。アイテム確認したね。友人から手紙。これでいいのかな？カッチカチのピザやね。カッチカチの。さあ、特になんか弾落ちてたりしてないのかな？これ状況的にめっちゃやばいよね。弾数。あー、なるほど。そしたら、ちょっと待ってね。感度上げたい。ちなみに、エイムアシストはなしでやってます。いやー、やだね。さあさあ、走れ走れ。ちなみに、ナイフは持ってないんだね。あ、違うか。それは弾ではないか。あ、こっちではない。さあ、大変もたもたしております。多分、チュートリアルのはずなんだけど。あ、こっちか。丸を押して、アイテム。はあ、すごい。カチャカチャってなるんだね。さあ。いますよねー。ヘッショ、よし。あー、おじ。こっちはダメだね。もう弾がないね。おー、どうする。よし、避けるしかない。これは避けるしかない。多分、ここはそんな戦わなくていい感じだね。もう弾ねえしな。あー、来てますね。おー。やばい。逃げろ。マジか、こんな感じか。出ないと。大丈夫か。
なんとか、ありがとう。礼を言うのはまだ早そうだ。なんなのこれ。さあ、対象はたくさんいるが、こんなゾンビ素早いんだね。いやー、何が起きてるの？分からない。オープニングやな。何か分かるかもな。あなた、あ、これで警察署に向かうわけね。レオ・ケネディ、君は？クレア、クレア・レッドフィールド。この町の人？いいえ、兄を探してるの。彼も警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。さあ、ラクーンシティに、向かうわけだね。いやー、ほんとそうだね。映像を見て綺麗になったのもあるけど、ほんと映画のワンシーンみたいな感じだね。いやー、まさかあんなにゾンビ硬いとは。いやー、どうしよっかね。ヘッドショットでだって3発とかでしょ。で、多分カーソル見てる限りだと絞ってるのがあったから、多分クリティカル出やすいはずなのよ、感覚的な話だと。でもほとんど倒れなかったしな。ああなると倒すよりか無力化した方が良さそうだね。ってレベルじゃないけどな。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。いやー、すっげーことなってるな。歩くしかなさそうだ。ですよね。走るの間違い。ああ、そうだな。レオ、早くバックして。あれ、トラックの。おー、おっちゃん。降りるな。早くしろ。あたな。捕まってろ。やばいね、ガソリンが。いや、結構やばい状況だね。クレア、おお、生きてた。先に行って警察署で会いましょう。
そうか、もう早速分かれるのか。弾ねえからな。弾がない、弾がない。こっちではないね。こっちに逃げよう。マジか。めっちゃ来るやん。おー、違う。ちなみに、マップはないか。あ、こっちではないね。あそこかな？そこではないもんね。じゃあ、取っていきまーす。ここも行く。あれ？意外と、おぉ、大丈夫そうだよね。あ、母、こういうふうに帰れるのか。あと少し。あ、だいぶエイムも合わせやすくなった気がする。はいはい、通りますよ。邪魔しますね。うん、いや、行くしかないか。行け行け。さあ、比較的普通に進んでおりますが、こんなもん。いやー、あれ痛そうだったよね。いや、酒飲まれに、そうやね、お酒飲みながらやっても良さそうな感じがするな。いやー、どうです、お酒飲まれにゾンビでも撃てんからね。からやね。さあ、なんか落ちてないかな。いや、せめてなんかさ、ナイフとかさナイフとかあるといいなと思ったんだけど、あれでしょ、あの有名な話だと加山雄三さん、あれナイフで一人でクリアするんでしょあれはちょっと聞いたっけ、笑ってしまったけど。さあ、室内来ましたね。キープアウト。誰かいる？あ、弾がある。一応丸か。で、あ、組み合わせるではない、そういうことではない。え、これが？ねえ、クリス、どこにいるの？お。嘘。中にもいるの？ベネット、マーヴィン、見てるか？脱出路がわかった。ここに。あれ、デイビッドさん出るの？このゲーム。東の廊下。あー、なんかこんなマップ見てたね。いやー、マジで僕はしたことないけど、後ろで見てた時にあんな感じだったわ。さあ、いや、もちろん何もないよね。あ、はあ、そのまま。あ、かっこいいね、弾一つずつ入れるんだ。へえ、めっちゃいい。で、セーブするときは、特に気にせずね。じゃ、ちょっと探し行きますか。アイテムこんなもんかな。ちなみに、スタートだとこれ、はあ、ははあ、マップはタッチボタンね。とりあえずここかな。さあ、開いたね。いや、開かない子。うわー、ここ潜んの最高。いや、最高最高か。どこにいるの？さあ、じゃあさっきの人を探し行きますか。うわー、いきなり、うわー、やっべーなー。あー、なんかアイテム持ってこいっていう感じね。わかんない。あー、どんどん道を開けていく感じもあるか。結構画面暗いね。みんな見えてる？
俺ギリこれでもだいぶ感度上げたんだけどな。集中。マジか。ここは明らかに起きそうなやつがいるんだけど、意外とねこう動きもこれぐらいのスピード感で結構のろい。お、電気ついた。え、調べんの？あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ弱いんだけどね、武器がね。ここは特に開けれない。ねえ、ここもこれね、開けて。あ、歯！あ、ちゃちゃちゃ。あ、よかった。見えてるんだったら OK だね。いや、意外と力あるな。なんかすっげえ右から変な音したんだけど、気のせいだよね。トイレか。トイレか。トイレは嫌だな。さあ、左から見ていきますか。ない。ない。こっち空いてるんでしょ。こっち空いてないんでしょ。あー嫌だなー。出てきたら嫌だけど開けるしかないよね。めっちゃ流れてるし。ビビるゾンじゃねえかめっちゃ流れてるけど、ん、ちょっと待った、こっちなんかある。お、救急スプレー。体力全開。はー、ん、いただきます。いや、そりゃ欲しいよね。いやー、マジか。若干ね、方向音痴が出てき始めてるね。やーべーなー。あ、ひどすぎる。あ、ここは、なんか固まる。ん？どこどこ？どこどこ？頼むからシャットを開けてくれ。おお。今開ける。開けてくれ。はいはい。いきなり声出るとびっくりするわ。早く開けて。早く。じゃあ私の手も。あ。大丈夫よ。やれ。いやー絶対大丈夫じゃなかったよね。さあ、なんか手帳。さあ、警察官の手帳。いや、だいぶさ、イラスト簡単だね。これをやっていけよっていうことか。まず3つ何か集めないといけないってことだね。で、その三つが、なんかマークを揃える感じか。なんか星座にちなんでするな。ちょっとするけどさ、お前絶対ゾンビになるよね。おお、マジか嘘、マジで後ろいたの。いきまーす。マジか。聞いてねえよ。わー、マジか。窓からしかも出てくる。こっちはね。いやー、びっくりしたー。はい、走れ、走れ。あ。後ろ。さあ、抜ける。危な。こっちこっち。あ。捕まった。なんか、いましたね。そうか。いきなりリロードして、さて、いやーこの野郎。あ、意外とオートリロード大事かな。待ってるでしょ次の方。よし。うおー、やべー。
やべえ、弾がもうねえ。さあ入れて、いや置き換えでいいか。いやー、やべえなー、やべえなー、マジでやべえなー逃げろ逃げろ。お、いけたね。いやいや、ほんとだよ、思わずオーバーキルしたよいや、もういっそのことここでもう終わってほしい。おお、平気か？平気じゃないです。しばらくは安全だ。マービン・ブラナだ。ありがとう。よく生き延びたな。いや、むしろ死んでた方が。自分の身は守れる。立って。いやー、マジかさっきのマジびっくりしたな。一つ確かなのは、ここに残ってるのはゾンビくらいだってことだけど。ええ、そうみたいね。それは持っとけ、念のためだ。念のためか。すぐ出ていくつもりよ、クリスを見つけたらね。本当に妹か？そう。なんだ、何かあったの？いや、やつは休暇中だ。数週間前にヨーロッパに行った。休暇？それはよかった。まだ朗報がある。この隠し通路を使えばここから脱出できそうだ。いいわね。平気？病院に行かないと。いや、俺のことはいい、自分で何とかする。ダメよ、放っておくわけにはいかない。聞くんだクレア、自分の身を守れ。兄貴に会いたいだろう。これを渡しておく。でもそれはあなたの。いいんだ、ナイフだ。用心しろ、もし奴らを見つけたら。相手が誰だろうと決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。さあ、コンバットナイフ来ましたね。A と L1 で構えて R にできる。敵に噛みつかれたら、はあ。構えて、こう。あ、結構こんな感じか。はあ、銃と切り替えか。いや、絶対やばいよね。あ、向けれないんだ。ああ、やっぱ解除される。いや、今始末するしか多分ないと思うんだけど。いやー、マジか。そしたら、これだよね。3つのやつね。特にない。とりあえずそしたら、グリーンハーブやスプレーで回復しましょう。回復ちょっとまだ早い気がするんだよなー。この辺り、なんかいらないのはどんどん置いていこうかな。いやー、マジかー。いや、マジか。いやー、警察官、マジびっくりしたな。普通に後ろからさ、あんな来てるとは思わなかったよ。で、あ、移動はできるんだね。とりあえず一回セーブ。わあ、銃でびっくりした。いやー、よし、もうちょい頑張ろうかね。さーて、
さあベリッド開けるってことはそれだけ来るってことだよね。弾8個か。さあグリーンハーブ、むしろそのままもう食いたいぐらいあるけど、この弾はまとめれるの何個までかっていうのも知りたいんだけどね。ちなみにこれは少量ね、まだいいかな。さあ行きますか。あれ絶対動くよね、絶対動くよね。さあ川へ進む。大丈夫ですか？大丈夫ですか？よし。さあ無線を。いや時すでに遅し。誰？いやーもうすべてがね。でさっきちょっと気になったのがこれ。さっき窓から出てきてたよね。もうカミカミやけ。はい、閉じまり。やべえな、かわいそうやな。いや、失礼しまーす。開かない。どういうこと？あ、鍵があんのか。じゃ、さっき行きまーす。こんな感じで。嫌だな、この何もない。あ。ここ閉める、閉めたかったな。ここだね、閉めるべきはね。いやー、しくったなー。よし、おお来てるね。よし、こっち抜けよう。声がした、声がしたが、ちなみに赤は探索中で、赤がアイテム、じゃあアイテムなしが青か。なんかあるのかな、アイテム。これ使えない？バリケード。お。やべ。よし、行こう。多分、正解。いや。ん？やばいね。やばいっすね。あそこ頑張ってますね。弾が手に入った。24。まだ持てるね。これ音聞きつけてくるとかないよね。お腹すいたのかな。よし、でちょっと試したいのがあって、要はさ追っかけてこなければいいわけでしょ。めっちゃ裏返った。よし、でよし、いいかな、もういいかな、起きないよね。よし、多分なんだけど、多分オーバーキルなんだけど、あ、切れないか。切断できれば歩けないよねと思って、オーバーキルと言われようが、オーバーキルと言われようが、もうやる。さあこっちも行きたくねえな。ここは？おう、なんだこれ。あ、はあ、アイテムボックス208。これはなんか差し込んだらって感じか。109 106。いるね。いるね。さあ、なんなら開けてこい。えい。多分足を打ったらどうにかなりません？はい。あ、弾がない。さあさあ、さあさあさあ、さあさあさあ、
そんな後ろ行きます。あー来ますね。さあちょっとね、ちょっと膝を、あーいいですね。あーいいですよ。はい、当たんねーさあ、あーちょっと、はい、そうですね、お客さん、ちょっと膝を出していただいて。ダメだったね。そんなダメか、威力が弱いか。よしよしよし、もういい、オーバーキルだろうが、もういい。109と、まず弾ゲット。あとは違うね、1回式か。106で、で多分あれだ、2と3がないのか。103ナイフあるね。フィルム、へえ、何に使うんだろう。コレクション系かな。さあ、あ一応使うとナイフ下がるのか。ちょっと無駄に削れないな。じゃあ2はほとんどダメ。これはロッカー用端末、予備キーを使用してと。あー予備キー探せか。よし、ちょっと次行きますか。結構ねこんなゆっくりねやってる感じではないんだけど、作戦会議室は、いやちょっと待った、その地図は欲しい。あー地図を取ってから来ればよかったな。開かない、開かないか。ロックされてる。今一生懸命頭にマップを叩き込んでるんで。こっちはダメ。角にアイテムは、これさっきの部屋だね。これ戻る。さあさあ、いますね。どうせこれ、どうせあれでしょ、取った瞬間起きるんでしょ。さあガンパウダー、あガンパウダーとかあるんだ。ハンドガン今使ってるのが2、硫酸弾、あサブマシンガンもあるのね。で噂のガンパウダー、あ大丈夫だね。よし、これはちょっと待った、今普通に開けたけどさ、これ下手したらもしかして目の前に出てくる、開けた瞬間扉からこんにちはみたいなさ。大丈夫かな。おお、これはメモを探さんといかん感じかな。お兄さん何も持ってない。アイテムはなし。ん？さあ作戦報告書。生存者は私を含めたった4人。弾薬武器確保は無理と。隠し通路情報か。なんかここにあるのかな。そこ開けたい。新人の初仕事。あーレオンに対してか。自分の付けを鍵を開けること。ファーストネームの頭文字だ。名前、そうだね。ってことは、はいはい、左側からね。M、R、起きますよね。あ、よし。おい、大丈夫です？起きてないですか？もう一発入れます？いらないか。よし、全く今ので全部吹っ飛んだじゃねえか。M R M R、 ちょっとね、反射してね、反射していい具合に見えない。 M R G、右側が MRG で OK かな。MRG。はい、外れた。じゃあ反対側。D、
いい。またここも落として、まったく。どこ飛ばした？どこどこ？あったあった。DEN。よし。まったく。ちゃんと付けの上整理しとかないとダメだって。ん？あ、こっちか。いい？ D。はい。外れた。お、スピードローダー。あー、これね。弾を一瞬でつけれるやつなんですよ。このまま一発でね、カチャってやってね。これ結構かっこよくていいのよね。リボルバー系好きな人だったら、あれがあるとね、もう全然違うんだよね。リロードがね。まあでも一個一個カチャッカチャッカチャッっていうのもかっこいいけどね。さあ、アイテムは、まあ、さっきの、あれぐらいか。よし、行こう。開かねえ。ってことは鍵がどっかあるか？ん？今のは左から声がしたな。あ、おはようございます。おはようございます。所長さんでいいのかな？所長、おはようございます。お目覚めの一発はいかがですか？はい。あ、一発じゃねえ。じゃあ、二杯目どうです？二杯目、ドンと。あ、二杯目もダメ。じゃあ、三杯目。よし。よし。あ、三杯目で満足されたみたいですね。よし。もういいかな？よし、オーバーキル。よし、オーバーキル。あ、まだ？マジか。よし。あ、まだ。まだ来る。所長、ちょっと今日飲みすぎじゃないですか？いやー、マジで。さっき仕留めておけばよかった。いやー、マジか。そもそも鍵がないんだよね。なんか落ちてる？ないか。まあでもマップである程度こう書類の位置だったりとかある程度特定できるのであればっていう気もするけどね。ただここが開かねえのがちょっと問題な。じゃあちょっと戻ろっかな。いやー、目覚めの一杯をね、一杯と言わず6杯ほどね、新人のコーヒーを飲んでいただけるとは。さあ、ここ開かない。いやっぱこういう端っことかになんかあるかな。いや、特になしか。いや、意外と見つかんないね。でもね、ここに行く必要があるんだけど、あれ？いけないね。いやー、こういうね、探す時間が一番ね苦手なのよ。こういう探し物の時間開かないね。これ銃でいったら壊れるとかないんかな。鍵ここめっちゃいっぱい回復アイテムあると思うんだけど、ここもうなし。やっぱさっきの部屋かな。そしたらなんかそれしか考えられない気がするんだけど、ね、いや、あ、やっぱここか。ちょっと探すか。なんかそれっぽい資料とかがあればいいんだけどね。山間で当てれるもんではないしね、これね。ちょっと所長、なんかヒントないですか、所長。ね。ないか。アイテムをちょっと探そう。せめて鍵。いや、ないよね。
ここに机も見れないし、ここも壁も特にない。特に近づこうが関係ない。ん？ああ、これはもともと来たところか。ゴミ箱でもないよね。どこだ？装備保管庫といってもカードキー的なものはないし、わからん。この辺りからここも通れないもんね。受付でしょ。めちゃくちゃ積んだようにしか思えないんだけど、金庫、なんかヒントあった？なんだろう。ここ通れるわけね。多分ぼーっとしたりよりかは。とりあえず持てないよね。そしたらわかんないけど組み合わせて、なんかそのハーブ同士でしょ。でちょっとバリケードを使って、いやー普通だったね。普通に行けば OK って感じだったね。でここは何？あ、セーブポイントか。お、弾が一つ、ガンパウダーか。弾は今んとこ足りてるから OK だね。これは薬効。緑色のハーブに傷をつけやす。青色の毒、解毒か。青と赤のハーブ組み合わせ頑丈になる。はあ、まあ防御力は結構大事そうな感じはするからね。でフィルムを着合わせる注意。これがレッドハーブっぽいね。ちょっとそしたら写真現像して記念撮影。あ、これを探さないといけないね。なるほど、レッドハーブ。レッドハーブを調合して使うってなんかなかなかもったいない気がするんだけど、あ、そういう風なのはできないか。預ける預ける。一旦預けていいかな。電気ついたね。よし、じゃあちょっと霧がいいんでこの辺りにしときましょうか。いやー普通に大変やった。マジでもうね、いやーまさか先輩たちからいびられるとはね思わなかったけどね。まあまあまあ、またこの続きを次回やっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。